皆さんこんこにちは今日は子育てと仕事両立するコツのテーマでお話をします今日の動画はこのような人におすすめです。これから仕事をしようと思うけど子育てと仕事の両立が心配。すでに仕事をしてて子育てと仕事の両立に悩んでいる。自分一人で頑張ってしまう。このような人におすすめです。 こんななお悩みないですか自分や家族のために働いているのに負担だけが大きくなっている。働いている割には時間にもお金にも心にも自由がない。この動画を見ることで家族を優先しながらも仕事ができる方法を知れます。時間とお金と心に自由がないお悩みを解決します。最後まで見てください。 はいで。この動画から手に入るものは、仕事と育児両立のコツなんですけれども、3つ、えー、説明します。まず1つ目は、周りの人の協力を増やす。2つ目は、価値の時短をする。3つ目は、仕事と育児を両立しやすい仕事を選ぶということです。遅くなりましたが、自己紹介です。私は松江美沙江と言います。3歳、5歳のママです。 もともと医療福祉職です。で退職して専業主婦ママへとなりました。これが5年前です。子連れでできることを探してきました。2019年には下の子2歳を連れてパートに少しだけ出た経験があります。現在は時間、場所が自由で働けるエッセンスクリエイターです。この写真は 認定書を持っていますけども、センスクリエイターは資格を得ることができて、お仕事をあっせんしてもらうことができます。在宅ワークですので、時間、場所が自由です。2歳を連れてパートに出てみたときのタイムスケジュールです。見えますかちょっとお話、ね、しますけども、まあ、7時に起床を着て、化粧したり、まあ、朝ごはんを準備する。 で8時には子供が準備、ね、子供の準備をして、で朝ごはんを、えー、準備して食べさせるときもある。で9時、えー、上の子、幼稚園に送る。で10時あそ、ねえーっと、上の子を幼稚園に送って、そのままパートへ。で出勤が10時。でそこから、まあ、退勤が15時。で退勤と共に、まあ、上の子のお迎えに向かって、16時に帰宅してお風呂。 で18時には夜ご飯を準備して子供と遊んで、で19時に夜ご飯二20時に寝る準備で、21時に寝かしつけですね。で、えー、その後ですね、まあ、11時ぐらいには片付けがスタートして、翌日の準備もしてで、24時に就寝ということが多かったです。なかなか朝からね、バタバタバタっとして、 就寝まで、特に自由時間というものもね、ない状態でしたねで。その頃の私のバタバタ状態はですね、上の子が3歳、下の子が1歳。この頃ですね、まあ、上の子幼稚園に行って、ね、あの、慣れない幼稚園だったんですね、年少で。 で下の子は1歳なので、まあ、眠すぎて夕方はもう子どもがコントロールできなくなっているのでもう寝る準備を、ね、私は急ぐというような状態でした準備が遅くなるほどもう子どもは、ね、あの落ち着かないでもうコントロールできなくて泣いてしまって眠いんですよねで子どもが準備,や時間に準備や食事に時間がかかるんです これはです、ね、私が仕事を外にしに行ってもバタバタしているという影響もありますで。職場への移動時間もあるわけですね、お外のお仕事なので、えー、職場への移動時間もあるので、バタバタ状態が余計にありました。でその頃は、まあ、節約志向で料理、なるべく手作りでした。平日,平日はワンオーベ育児状態。で翌日、仕事があるため、なるべく早く寝ます、私も。 自分の時間がないという状態でしたあ皆さん勤務時間が短い場合でも仕事と育児を両立するのは簡単ではないですねで仕事と育児を両立すするのは、ね、時間に限られてますね簡単ではないで子どもとの時間も減らしたくないですから、まあ、短時間で効率的に家事をする必要がありますよね そのためには、家族が一丸となって、自分ができることは自分でやる。っていうことがやっぱり必要になってきますよね。で、でまあ、その分え、自分でできた時間で、えー、家族との時間を増やしたり、お仕事の時間にするっていうところに、ね、なってきます。 ちょっとですね、まあ、厚生労働省が出しているデータですけども働いているママの割合というのはもう年々増えてきてますね。今ではもう3人に2人が働いているママとなってきてます。ほとんどのママが働きに、ね、出ているわけなんですよね。なのでもう、ね、ほとんどのママは毎日バタバタして、ね、保育園でしたらもう保育園の時間までにお迎え行ってとかですね。うん 出勤時間があるので、出,、えー、出勤、ね、しなきゃいけない。まあ、8時とか9時とか決まってますね。それまでの時間にもう慌てて準備をしていくということがね、多く聞かれます。はい。では、仕事と育児、両立のコツについてお話をします。はい。3つですね、はい。周りの人の協力を増やす。2つ目は家事の時短をする。3つ目は仕事と育児を両立しやすい仕事を選ぶ。 一つ目ですけども、周りの人の協力を増やすってことなんですが、家族の成長に伴って、頼り合えること、できることは、協力してもらう。家族を安心する仕事を得て、よく話し合って、一人で抱え込まないっていうところです。ではですね、例えば、家族は何を自分でできそうですかお子さんの、ね、年齢とかにもよると思いますけども、 結構、えー、自分でママがですね自分でね、えー、やれることはやろうと思ってると実は子どもができる部分も急いでママがやってるってことがねありますよね。最初子どもにや,、えー、とやってもらえる部分、ね、やらせると時間かかるんですね。なのでママが、えー、急いでるから子どもができることもやってしまうってことはね私もねあったんですけども。 時間をかけてです、ね、子どもができることは子どもにやらせるというところをやってくるともうそれが自然になって子どもはです、ね、自分でできることが増えてくるというところが、ね、あります、はい、で私の、まあ、子どもの例えですけども、まあ、3歳、5歳の子ども、ね、食事はもう自分で手を洗いますで食器類も自分で出しますでそれらを食卓で食卓へ運びます。 食食べ終わったら食器ををシンクへ運ぶし自分で口を拭きますこれは3歳5歳だからできるっていう部分もあるかもしれませんけども、まあ、1歳とかでもですね、えー、口をね一緒に拭くとかですねその頃から一緒にやっていけてたら、まあ、なるべく早く、まあ、2歳とかにですね口を拭けるようになってきますねでお兄ちゃんお姉ちゃんがいれば、まあ、下の子はそれを見てますので、ね、上の子の時よりは下の子の方が早く できる自分ができることを増やしていける私の子どももそうですし、まあねえー、とお子さんの成長スピードによっては違いますので、まあ、その辺は元気を変に聞いてもらえたらと思います。で着替えはですね自分で着替えを準備します。で自分で脱げ着を子どもがしますで。3番目は洗濯かごに洗濯物を入れます。これは最初からできていたわけではなくてやっぱり最初は時間かかってましたけども。 で見守りもしてましたけど手で、ね、添えて一緒に練習もしましたけども、ね、3歳、5歳でもできますね。でトイレは、まあ、自分でトイレを終えます。3歳は、ね、まだおむつのことが多いのでおむつの利益を3歳がするしおむつ捨てに行くことも今もうできてます。で入浴は、まあ、自分で洗えるところは洗いますしタオルでく拭けるところは自分で拭いてくれます。 髪の毛を溶かすすところはできます髪の毛を乾かすというのは、ね、私がやりますけどねで。外出ですね、3歳、5歳、靴下持ってきて靴下を履く、上着を着るヘルメットを着けるベルトは私がやります。で靴を履くというところは子どもたちが自分でやります。子どもたちですね、3歳、5歳でもやれることっていうのはどん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 増えていきますね。 で急いでやるとママがね、あのやりたくなりました。で皆さんの中にもね、え子どもができることを、ね、やあの急いでやるっていうところもあると思いますけども、長い目で見ると、え子どもにできることは子どもにやってもらう。まあ、子どもがですねあの、やりたくないということがあれば、無理はしない方がね。えー バタバタお仕事から帰ってきているというところだと、また子どももね、えー、バタバタっていう気持ちになってしまいますので、まあ、できるところはやってもらって、できないところはママっていうところにはね、ないのはまあしょうがないですよね。でご主人さんですね。うん、今、協力をね、増やしてほしいですね、お仕事が、ママが加わってくると。まあ、これはご主人にもよりますし、相談ね、内容にもよりますし、 で相談のタイミングにもよりますので、間違いには言えないんですけども、私の主人は、私がですね、お仕事で、まあ、実践会が夜にあることがあります。そういう日は主人が寝かすけをしてくれますし、仕事終わりに買い物をしてくれるというところもあります。で休日、ですね掃除機がけをしてくれるようになってきました。私がお仕事ですね、エッセンスクリエイターになってからの話です。私が夜実践会などの日は寝かすけをしててくれて うん、で掃除機がけを休日にしてくれてで、布団干しもしてくれる、私がお仕事をして、それを主人が認めてくれてるからというところもあります。あとは子育て支援サービスですね、市に、ね、市町村にあるかと思いますけども、延、まあ、長保育ですね、まあ、幼稚園でしたら延長保育、えー、保育園も延長保育とかあると思います。 あとは、まあ、近くに親がいなかったり親戚がいないと、まあ、頼れる人がないご主人は家に帰っていくのが遅いなるのを恐れてたりファミリーサポートっていうのもありますね。こういうのを利用するっていうのも、えー、協力をしてもらうっていうのも自分のお仕事の時間だったり子どもたち家族との過ごす時間ですね増えてお仕事と育児が両立できるっていうところにつながってきます。 で家事の時間を意識するっていうところですけども子供との時間を優先したいですし家事、ね、全てやるのは無理ですよね100点を目指さないっていうところもやっぱり意識を変えるっていうところです私ももともと自分でできることはしたかったので,で何でも自分でやろうとしてたんですね先ほど子供ができることは子供にね協力して、まあ、自分のことですけどね子供のことは子供でやるっていうところを話しましたけど過去の私は やれることはやってたときもありました。まあ、成長をですね意識してたときは、一個一個一個、ね、子どもができることは何かなというふうにもやってましたけども、まあ、お仕事でバタバタしてたときは、私が、ね、手を出してたんですね、最初は。うん、でもそれを意識を変えてえ、自分でできることは自分でさせる。まあ、それは子どものためにもなってきてました。うん、あとは、掃除をですね毎日しなきゃいけないと思っている方もいらっしゃいますよね。私も えー、お仕事出る前からそう思ってたので、ねえー、お仕事に出,た出てからも、まあ、そうですね掃除は毎日した方がいいのかなとか子どもの衛生面考えると毎日しなきゃいけないってちょっとです、ね、そう思ってたんですけども、うん、やっぱりそうやってね自分で、ね、枠を決めてしまうと100点満点を目指してしまうとなかなか精神的にもつらくなってしまうので、まあ、たまには手抜きをするっていう意識も必要で柔軟に対応することが ママがお仕事と育児を両立させるコツでもあります、はい、で買い物は、まあ、お外に行くと移動、まあの時間もかかりますしお店の中を、ね、ぐるぐる回ったりとかもです、ね、時間かかるので、まあ、時短を意、ね、識するのであれば、まあ、宅配ですねあと食事は作り置きをしたり電子レンジで、ね、時間ないだけできるものきちんと、ね、温めるというところができるもの、うん、あとお惣菜を買ってきて。 ね、作る時間を減らしたりとか、まあ、外食はそもそもですね、まあ、作る時間は必要ないですしお肩開けの時間も必要なくなる、まあ、出前は作る時間がなくなりますよね、はい、あとは掃除はロボット掃除機に、ね、任せてしまえば、ね、勝手にやってくれるので自分で、えー、掃除機を持ってきて掃除をね一部屋一部屋かけるってところもなくなってきます。 その他の家事としては、食器洗い機を導入したりとか、全自動洗濯乾燥機を、ね、買って使ったが、掃除もね、洗濯も、食器もですね、機械に頼ることで、ママがやる家事をする時間がです、ね、だいぶ減ります。 洗濯が乾燥機も高いですけども、全部のことを、ね、やってくれるんですよね。干す時間もなくなりますし、取り込んで、外から取り込んでくる時間もなくなります。うん、あとは、ロボット掃除機を使うというところですね。まあ、先ほど言いましたね。はいまあ、私はですね、もともと節約志向で、収入がなかったままの時はもう節約志向、節約志向で、ね、えー、と洗濯もですね、安い洗濯機を買って、 で干したりとか、取り込んだりも全部自分でやればいいと思ってたんですよ。でも、全自動洗濯乾燥機にしたら、全部ね機械がやってくれるわけですけど、そのやってくれてる間にお仕事をして収入を増やせばいいっていう考えに今はなってます。なので、収入がね増えてきたり、貯金が増えてきたら、買えばいいものではありますあか、ね。貯金がなければ買えないというものではありますので、まあ、時期によりやると思います。で3つ目の 両立する、仕事と育児を両立するコツですけども、両立しやすい仕事を選ぶっていうところがポイントです、まあ。両立しやすいお仕事の例としては、在宅でできるライターさん、あとは残業が少ないスーパーの販売員さん、で3つ目は私がやっているエッセンスクリエイターです。 自宅でできるもの、在宅でできるライターさんとかメッセージクリエイターは自宅だからできて、自宅でできて、時間に縛られない仕事です。なので、両立がしやすいですで。やはり在宅で時間をコントロールできる仕事が最適だと私も実感中です。子供が小さくても、長期休暇中でも仕事ができるんですよね。在宅でできるお仕事、場所が自由ですね。 で時間が自由なお仕事やっぱり働くママは時間と場所がコントロールできる好きな場所でできる好きな時間できるっていうところがですね、えー、必要こういうポイントがあるお仕事の方が家事と育児とお仕事両立ができます通勤していた時間も仕事の時間にできるんですよね家のお仕事であると。 あとは家でできるお仕事は子供が寝た後の夜の時間もお仕事の時間にすることができるので、とてもお仕事を無駄になく活用することが、有効活用することができます。はい、でバリバリ外で働いていた子供がいなかった時と同じ働き方は、現実的に難しいことがあります。なのですぐよ、えー、育児と仕事を両立したければ、子育てしやすい仕事を選ぶべきですよね。 でしかも、外で働いていた頃よりも、働いている時間短いのに収入が高いお仕事がやっぱり理想的だと思います。実際私がエッセンスクリエイターになってからですね、もう生活が変わってきました。まず、そうですね、お仕事に、お外のお仕事ではないので、まあ、化粧はしなくてもね、よかったりするんですよね。うん。そうですね。であとは、えー、子供のね、 えと準備もです、ね、子どもがやれることが増えたので朝早く起きなくても、えー準,備がですね、準備の時間が短くなってきました。はい、なので8時にです、ね、子どもが準備。子供が準備ですね、えー、以前は、まあ、子どもが小さかったとっいうこともありますし、お,とお外のお仕事に行っていたときはもう急いでたので私が手伝っていたところがあったんですけれども今は子どもができることが増えて子どもが準備をするんですね。洋服 えー、幼稚園に行く準備ですね。洋服準備したりとか、まあ、おトイレも自分でするようになってますし、うん、なので、8時に起きて、ね、もう準備が間に合うというところですね。まあ、今ですね、えー、幼稚園のバスがですね、幼稚園まで行く時間のバスがですね、遅い時間の、えー、バスに乗っているのでというところもあります。はい、であとは、えー、この10時のところですけども、 もうお外のお仕事ではないので、移動時間がなくて、自宅でお仕事ができるので、移動時間がありません。はい、で移動時間がないので、その分、家に帰ってくる時間ですね、えー、急がなくて大丈夫ですし、夜ご飯の準備もですね、あの17時半ですね、うんで。子供と遊ぶのも18時。お外で働けた時よりも、前倒しでね、あの スケジュールが進んんででいるわけなんです、はい、で夜ご飯食べたい、寝る準備ですね寝る準備も早くなりました。子どもができる部分が増えています、はいで。20時は寝かつきかお仕事って書きましたけども、エッセンスクリエイターはですね、新しいノウハウを得るために私は実践会にまだ出続けております。はい、夜ですねズ、ズームを通して先生と仲間と一緒にお勉強してお仕事をしています。 22時片付け翌日の準備という感じで、はい、翌日にですね、お仕事が、あえー、出勤する場所、外でそのお仕事がないんですね。なので、急いで、ね、あの寝なくてもいいですね。はい、まとめです。で皆さん、お仕事と育児の両立をするコツなんですけれども、一人で抱えないことです。周りの人に頼ること。 家事,は家事は手抜きをすることだって必要ですで。両立したければ、早く両立したければ、両立できる仕事を選びます。皆さん、いかがだったでしょうか。今、お仕事をされている方はです、ね、これから仕事をしようと思うけど、子育てと仕事の両立が心配という方、既に仕事をしていて、子育てと仕事の両立に悩んでいる方、 自分一人頑張っている方、この方たちですね、いかがだったでしょうか。これから仕事をしようと思う方は、え在宅でできるもの、時間が選べるものを選ぶ,選ぶと、がしやすいですすでに仕事をしている方は、ですね子どもとかご主人とか、市のファミリーサポートとかを利用して、両立に、ね、してもらえたらなと思います。 で自分一人で頑張る方は先ほど言ったように、えー、電化製品に頼ったりとか、人に頼るとてところですね、はいで。育児と家事と両立できる働き方。これはです、ね、もう私は自信を持ってエッセンスクリエイターをおすすめします。エッセンスクリエイターに興味ある方は、えー、説明欄ですね、下に概要欄のところにあの説明しているところに、ライアットのところ。 えー、UR 貼ってますので、そちらにメッセージを送ってください。はい、皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。最後まで見てくれた方限定に先着5名でプレゼントをさせていただきます、えー。子育てと仕事を両立させるためにも大切なタイムマネジメントの動画をプレゼントさせていただきます。皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。他にも動画ありますので、ぜひ見てください。 またメッセージは LINE アートの方で待ってます。はい、ありがとうございます。失礼します。